So now I know I can use both screens too. Now that's crazy. I'm about to run out the battery like faster. I was about to say, like, where is it? Your boy's about to say. Wait, do it again. Y'all be hating that. Wait, it got a whole different front camera? Am I just not seeing it? Wait. Go to the camera real quick. It does have a whole different front camera. All right. Now that's actually crazy. And then the echo and whatnot, like, just the way you can have the phone and set it up is just wow. You can be on both tabs and all type of stuff. Now, other question is, where's my pick at? Controller. We gotta find this dude, bro. We gotta actually find this dude. Dude be nowhere to be found. Dang, why you run away? He made it seem like I was gonna do something to him. But we still don't see where he at, bro. We still searching. We didn't search the whole alleyway. He was gonna get tissue. He ain't gonna say nothing. What's the dude like behind the sign or something? Sapon Street, man, where is that? Okay. Now why do I feel like I've been here? Like I feel like I was already over here. Oh, he was hiding here the whole time. I'm gonna do this real quick. Just real quick. Alright. The crow? This man.
Oh, hold up, hold up. Oh, destroyed him. すいませんでした。もう暗殺権はやめます。スリをやめろ。さあ、俺から盗んだ指輪を返してもらおうか。それが、もう手元にないんです。何？どこへやったんだ？ちょっと前に、質屋で金に変えちまいました。ふざけるな。今すぐ買い戻してこい。その言いにくいんですが、その金も宝くじ買うのに使っちゃいまして。Lottery tickets。なんだと。当たってればいいんですがね。結果がわかるのはもっと先のことで。Stops to catch his breath. なあ、その指輪。俺のなんだ。はい？盗まれたんだよ。もともとは俺のなんだ。だから返してくれ。ああ、いるんですよね、たまに。そうやって騙し取ろうとする詐欺師が。違う。信じてくれ。本当に俺のなんだ。ヤクザの言うことなんか信じられるか？あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。The money man. Oh, nan da da, tsuyosou da na. Oh, you mean want to fight or something? Looking like that, like.あれ、桐生の兄貴じゃないっすか。シンジ。こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか。シンジ、ちょうどいいところで出会った。ソープは何も聞かずに金を貸してくれ。え？あ、はい、別に構いませんけど、兄貴が金に困ってるなんてよっぽどっすね。そんなに高級な店行こうとしてるんですか。すまんが時間がない。急いでくれ。あ、はい。オンに切る。
今度感想聞かせてくださいね。さっきと値段が違うじゃねえか。またあんたか。悪いけど値上げしたんだよ。なんせ人気の品だからね。頼む。これが最後の品だったんだ。だからよそで買い直すこともできねえ。うちなら買えるよ。お金さえあればね。そうだ。指輪が俺のもんだって確かめる方法がある。本物なら弓って掘ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく欲しかったらお金用意してきてよ。くそ。シンジ。あれ兄貴、早くないっすか。ショートだったんすか。シンジ、すまん。また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。兄貴、そんなにハマっちゃったんすか。頼む。詳しいことを話してる暇がない。他の奴に取られちまうかもしれねえんだ。ああ、そうっすよね。わかりました。すまん。よし、俺も負けてらんねえ。今日はオールでハシゴするか。来たんだね。おい、ここにあった指輪どうしたんだ。そんなに慌てなくても大丈夫だよ。ちゃんと取り置いてあるからさ。え、本当か。いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。そうか。とにかくそれを売ってくれ。ああ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。ありがとう。ありがとう。大事にしてくれるさ、きっとな。Got it for free. Almost. Took my sanity though. Stop. ユミちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。え、なになに、開けてもいい？もちろん。うわぁ、すごい。え、いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ、ん？実はその、
俺からもプレゼントがあるんだが。え、本当に？ありがとう。そのこれなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう。大事にするね。ああそうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない。え、そうなの。じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう。指輪か、嬉しいけどそれはちょっと重いかな。え、どういうこと。ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。え、何、誰かそういう人がいるわけ。やだ、違うの、そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。Yeah, that man, Nishiki, man. ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの。え、さあな。じゃあ、キリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ、別にいいけどさ。Nobody's starting to fall asleep. Then it get crazy later on. The story definitely take a turn. おはよう、キリュウちゃん。疲れてたの？ずいぶん寝たわね。うん、錦はどうした。錦山くんならもうとっくに出かけたわよ。キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってた。そうか。今何時だ。もう4時ね。そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの。ああ、そうだな。そろそろ行くよ。お前はどうすんだ。うん、少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえば、ユミは。一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。そうか。じゃあまた今夜軽く顔を出すよ。わかった、待ってるわね。I guess can't walk out that door. Talk to her. じゃあしっかり風間さんにそのケースは。今夜待ってるね。キリュウさん、キリュウさん。なんだ、田村か。どうしたんだお前。いや、
ちょっと桐生さんに紹介したいやつがいましてね。青木と言います。実はこいつ、俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですわ。雑誌？ええ、スパって言うんですけど、読んだことあります？俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この町で一番生きがいいのはって聞かれたもんですから、旦那のこと。あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、じゃあまたな。失礼します。ああ、ご苦労さん。今月分のしのぎです。お納めください。おう。どうじろ、また無茶したんじゃないだろうな。いえ、カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいってやつらの集まりなんだからな。桐生なら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東条家一の殺し屋っつって。柏木、すんません。すまんが外してくれ。へい。That's nice to get notifications for that stuff, so. しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやすさんがいなければ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか？いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ。おう、失礼します。桐生さんにお電話が。新次さんからです。俺だ。新次です。レイナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長がユミさんさらっていったんです。ユミか？なんで組長に？詳しくは分かりません。でも錦のおじけばをそれ聞いて組長のところに。錦が？で、場所は？劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした？堂島組長がユミを強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人でユミを助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。え、ここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやさん、ユミと錦は兄弟なんです。俺もだから今俺が行かねえと。カズマ、so dull, like. Just talk to him just to get the thing, the little challenge thing, the talking to many people. Mm.
Oh, you know, dude is super tired. Mm. Yeah, we gotta fight. Kiri, ubatta kane kaishite morau ka. Warui na. Ima isoide run da. Kono mama ja hikisagare nai de ne. Udeppushi no ii yatsu o yatotta yo. Ikite kaereru to omou na. Kakugo shiyagare. They got a golf club and everything. Blocking this game. That's my back, the back of my hand here. That's crazy. Story takes a turn. Yumi, Nishiki. キリュウ組長がシュミを無理やりだから撃っちまったんだ。カッとなっちまって何発も何発も。ユミユミ、おいしっかりしろ。やっちまった。東商会の大幹部を。錦、弓を連れて逃げろ。何言ってんだ。おめえこそ弓連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は行け。錦、弓を頼む。キリュウは行け。おい、I gotta see how many years he had。ふざけるな。俺がやった。金のことで
組長と揉めて。いい加減にしろ。伊達君、もういい。よくはないですよ。やつはこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの抗争だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。くそ。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃ分かってます。うん、約束はしねえぞ。はい。囚人番号1240、面会だ。フレッシュタイ。俺は破門でいいのか、シンジ。はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。東条会三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間のおやさんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。堂島組はどうなるんだ。風間のおやさんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。兄貴、ユミさんが行方不明なんです。事件の次の日からユミさん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴の言葉で急に病院から姿を。すいません、風間の親さんには口止めされてたんですけど。おい、時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい、錦のおじきや風間の親さんが。聞こえんのか。シンジ、ユミを頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。1240。てめえ、なんだその態度は。そこ何やってるか。なんだよ、話せこの野郎。うるさい、来い。あれは、たく物騒でいけねえな。おっと、こちらさんも物騒な面してら。なあ、あんただろ、自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね。堂島の竜、堂島組射程頭補佐桐生一馬。何やってんだよお前ら。It's the crazy man. 登場会の幹部やったんだ。こんくらい想像してたろ。堂島組長があの世で寂しいとさ。We fight all these dudes, okay? We that dude, man. Oh my goodness. Oh, you're done for. This guy is done. Being wise. Hey,
fire come out. 誰の命令だ。セラ会長だ。登場会の三代目だよ。なんだと。Ding! Right in the back of the head is crazy. Just walked up. 何が東島の竜だ。あの野郎、絶対に生かしておけねえ。俺はまだ信じられないっすよ。あの桐生のおじきが親殺しをするなんて。何かの間違いなんじゃないですか。現行犯で逮捕されてんだ。間違いも何もねえだろうが。ったく、これから組立ち上げさせて堂島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが、組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭の頭でどうけじめつける気だ。なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば、錦山はどうしてるんですか。さあ見てねえが、やつがどうかしたか。いや、せめて捕まったのがあいつだったら話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ちげえね。今からでも茶か持たせて出頭させるか。だから現行犯だっつってんだろうが。ボケ。その役にも立たねえな。あいつ何のために組にいるんだ。で、声認識。そんな嘘でしょ。嘘って言ってよ。だって錦山くん言ったじゃない。大丈夫、俺が弓を助けに行くから心配するなって。それなのにどうしてこんなことになっちゃったの。ねえ、錦山くん助けてあげられなかったの。何もできなかったの。どういう意味だ。え、俺が役立たずだって言いたいのか。いや、そんなつ…お前までそんなこと言うのか。See, this one, the story takes a turn. It's crazy. He was in jail for 10 years.10 years. Ah, okay. 食事始め。Grew back his hair and everything.囚人番号1240。手紙だ。え？この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやす。
三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？やつから緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？100億言うたらお前会長を初耳です。いやかましい。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな！登場会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かったんだか、おら！島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？この件は登場会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや！そんなんで納得いくか？会長、三代目会長。10年、お前のいない10年で東城会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、弓のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないこともスターダストという店がある。その店のオーナーをしているカズキという男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。10 years. おう、ちょっと待て。ん？おう、やっぱりキリュウちゃんやったんか。真島の兄さん、ご無沙汰してます。この度出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな。こうしてここで張っとってんや。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして俺を？なーに、アホなこと抜かしとんねん。約束したやないか。お前を四六時中見張るってな。 24/7。 そういえばそんなこともありましたね。それやというのに、お前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。しゃあないから、俺もお前を追って無所に入ったのかと思ったくらい。まあええわ。ほな早速俺と喧嘩しようか。
そう来るんじゃねえかと思ってましたが、悪いが兄さんとここで喧嘩をする理由はない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。理由ならある。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったらお前は死んでたで。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ。今のカムロ町はそんくらい危険ちゅうことや。平和ボケしたアホがのんきにぶらつく場所やない。せやから今のお前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか俺が試したる言うとんね。俺がその平和ボケしたアホだと？もうそうや。ちゃうちゅんやったらガタガタ言うとらんで力で証明してみせるや。いいだろう。ならばその挑戦受けて立つ。That man smacking me. Hold up. God, man, destroying me with the knife, man. Can't even hit dude. I forgot how to block on here, bro. That man Majima tearing my character up.Majima was tearing me up right there. It'd be like that though. It was like that last time too. Kurodaga, omou you ni? Kore de wakatte yaro. Jibun ga kono 10 nen de.どん馬力もないテクニックもない、どこにでもおる勤め明けのしがないチンピラ。それが今のそないな弱さで生き残れるほど今のカムロ町はあまないで。くそせやけど変わっとらんもんが一つだけある。その目、何？お前の目はまだ光を失うとらん。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。兄さん、ええか、お前がこの街を歩く限り俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。突然喧嘩売られて死にたなかったら死ぬ気で昔のお前を堂島の竜を取り戻してみるや。分かった。俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせよう。ほな期待しとるで、キリュウちゃん。That's crazy doing this again. Oi,
おい、あんた、見かけねえ面だが何してんだ。お前に関係ないだろ。あるんだよ、それが。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。何探り入れに来たんだ。別に俺は関係ねえ。ちょっと待てよ、おっさん。話は終わってねえんだよ。ちょっと顔貸してもらうぜ。嫌だと言ったら。じゃあ仕方ねえな。ちょっと痛い目にやってもらうぜ。Street Thug Abe。Dang, that's what I get for taunting. I'm just trying to figure out how to block the game. That's how to block.Yo, I wasn't pressing the block button now. Dang. Maita, anta nani mon nan da?知らない方が身のため。お前の方こそ何やってんだ。俺はこの辺の仕切りやってる親分さんから見張り頼まれてんだよ。今日は殺人事件もあったし、怪しい奴がいたら片っ端から声かけろって。そうなんだ。まあいい。ならお前、この辺の情報屋の一人や二人。知ってんだ。ええ、まあ今この辺で有名なやつは青木って記者だよ。劇場前の広場に今日もいた。分かった。お前も下手な真似すんじゃねえぞ。はい。さんですか、道島組の。そうだ、覚えていてくれたか。実は久しぶりに町に帰ってきてな。お勤めご苦労様でした。10年長かったですね。10 years though. Yes it is. 俺が無所に入ったの知ってたのか。そりゃ当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。道島の竜が親殺したってね。一時はその噂で持ちきりでしたよ。そうだったのか。ところで田村のやつはどこに行っちまったんだ。いや、田村さんなら5年前にお亡くなりになりましたよ。え？田村さん、10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。
絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって、記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後、海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。多分知りすぎたんでしょう。そんなこと。ええ、俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか。スターダスト？ああ、スターダスト。天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなんだ。桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。行けばすぐに分かります。他に聞きたいことはありますか。セレナってまだあるのか。セレナですか。ありますよ。10年前と変わらない場所にね。でも今日は営業してませんね。ママのレーナはまだいるのか。ええ、ご健在ですよ。今じゃ馴染みの客が来る時だけ店開けてるみたいです。私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせてもらったんですが、いい店ですね。最近この街じゃ珍しくゆっくり酒が楽しめる店ですね。そういえばさっき仕入れの業者が出入りしてたんで、明日は営業するのかもしれません。時間があったら行ってみたらどうですか。他に聞きたいことはありますか。中道通りで何かあったのか。ああ、あの騒ぎですか。正確な情報は分かりませんが、東城会の幹部クラスが中道通りのビルの一室で殺されたらしいです。幹部？ええ、警察もあれだけ来るってことは相当な大物でしょうね。ぶっちゃけ10年前の事件を思い出しますよ。堂島さんが死んだ時もあんな感じでしたからね。誰が殺したんだ。いや、まだそこまでは。でも話によりゃ内部抗争なんじゃないかって言われてますよ。まあ桐生さんがいなくなってからの登場会はいろいろ揉めてましたからね。他に聞きたいことはありますか。そうか、ありがとう、助かったよ。いえ、ああ、今後も田村さんほどじゃないですがネタは提供しますんで、いつでも来てください。All right, let's do it. Next. どうですか？飲んでいきましょう。やっと。We talk back to him or something? What are we doing?I'm dead. Huh? Oi.
Crazy, now you wanna fight. It's over for him. Crazy. So you over here yourself, lady. Crazy. 1,000 experience points. Am I still here? スターダストなら、天気流さんが10年前に通ってたセレナの行けばすぐに渡ります。今後も田村さんほどじゃないですが、ネタは提供。This street right here. Camarocho. That was some long dialogue right there. だろ俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺はカズキを探してるだけだ。どの組の人間でもない。ざけんなよ俺。一目見りゃわかんだよ。どこどう見たって黒刀マンだろうが。てめえ何企んであがる。カズキさんに何しようってんだ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだ。やめんなよこれ。ヤクザって言えば何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで
自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がったんだ。てめえらヤクザに和樹さんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえ奴だな。うるせえ。俺はこの店命がけで守るんだ。Now I gotta actually fight this man. Dang, one hit drop me. He still ain't get dropped yet. He about to get dropped though. Whoa. Wait a second, bro. That man dropped my character like that. What? Let me actually get my head in the game. That man hitting some crazy shots. That man dropping my boy Kiryu. Hold up. No way. Lucky I got that fast swing, that fast hook in. Like, yeah, that was, he was actually fighting good. What are you doing, you? Sorry.カズキさん、このヤクザが。道島のキリュウさんですか。はあ、失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。That man was looking dropping me though. Dropping like two or three times.I'm a little rusty myself. すいませんでした。俺、てっきり。いや、俺のミスだ。本当に、なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやっさんとはどんな関係なんだ。ええ、ゆうや、外してくれるか。はい。風間さんにはこの店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それでおやさんは。先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何があったのか。ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。何。昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ。わかりません。ですが道島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。道島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って
風間組を割った人がいたんです。誰だ。それは…おら、オーナー出さんかい。見かじめ目的の嫌がらせです。ここは俺たちに任せてください。すみません、騒がせちゃって。すみません、キリュウさん。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。まいったな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。ゆうや。クソやと。おいこらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ、クソ以下だ。なめんなクソガキ。ゆうや。なんやお前は。和樹、ゆうやってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、店ごとぶっ潰せ。 Trash this dump is crazy。Fighting that one dude, and he knocked out his goon. And they all got some health on him. These health things, because if I didn't, this would be a lot harder. This man got a knife, all type of stuff. Do I not have beasts? I gotta have beasts. Oh yeah, I do. Just so I can hit everybody at the same time. Reason why I gotta use beasts. He's swung so slow right there.Let me look if they got any extra, like,
heal thing. Thank you. Body shots, like. Dropping my character though, he was dropping me. Omoidashita. Anta, Dojima no Kumicho koroshite mushi o itta. Kore ya Shimano no oyaji ni saikou no miyage ga dekita wa. Jin-san! タナカのおじいさん! シンジ? 何やってんだ? こんなところで 島の組の縄張りじゃねえだろ 次は… ねえぞ本当にお久しぶりです ああ、出世したようだな シンジ 出世っていうか… キリュウさん、さっきの続きなんですが 風間組を裏切って内部を割った人 錦山さんです 錦だと? 関西の5代目、近江連合の本部長、寺田をバックに 錦山さんはずっと独立の算段してたんです 近江連合… 兄貴、俺は今 錦山組の射程頭なんです どういうことなんだ? 兄貴、錦のおじきは もう昔のあの人じゃなくなっちまったんです だから風間のおやっさんは心配して 組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです シンジ おやっさんは俺に話があると言っていた すぐにでも会えないか? 明日は本部で三代目の葬儀が おやっさんもその場を離れることはできません それに100億の件もあって 何の話だ? 登場会の金庫から100億抜かれていたそうなんです 緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました おやっさん、明日は葬儀場にいるんだな ええ、まさか行く気ですか? でもまた島の組の連中に見つかったら カズキ 言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は シャバだったのに早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんてバカ言え俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ喧嘩なんて本当に久々だ本当ですか? 兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか? 最初のうちはなだが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまった おかげで模範囚になり 10年で仮出所だ あの喧嘩っ早かった兄貴が 10年間喧嘩ゼロとは ま、そんなところも兄貴らしいですね 全然お変わりなくて安心しましたよ 変わってないか あれ、どうかしました? 実はここに来る前 ある男から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな自分でも技の衰えを実感していたところだったんだ
そうですか。でも兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出して、10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよ。だといいんだがな。それで葬儀会場の件ですが、搭乗会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。もう準備はできましたか？わかりました。じゃあ。本当ですか、柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろ。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんが？親父もそれだけお前には期待してるっていうことだ。それに桐生のこともある。え、桐生がどうかしたんですか？あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の？そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。すんません。それでそいつはほんまにあいつやったんか？へえ、間違いありません。そうか、キリュウ帰ってきよったか。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか？ええ、そりゃもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ええ。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。I'm only taking two fingers. It's crazy. I'm in a good mood. So be glad I'm only taking two fingers. これが登場会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやすさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ。そこを右に入った先が裏口です。俺はそこ。I should have got more resources, man. I went to the store before I started this. I remember this part too.
I might be messing myself up. That was crazy what I just did. See, where'd the audio just go? See, now we gotta restart the game. Cause the audio vanished. Quick fix. Let me do this. I think this is a better option. Let me save it and just restart it because it still did it.
Wait. Sound. Should have popped up the first time. Why wasn't it popping up? Come on. Oh, I see what's going on. These headphones pops back up. Boy, about to put on shorts again or something. See if we can even do this. All right. I'm looking like that white bar, like. All right, let's go. すいません。会場へは受付をす。The reception desk?I'm trying to figure out where is the reception that I don't remember, but I do remember getting stuck a little bit on this part. Don't tell me it's all the way back there. Crazy. Ran right into the dude. Let's
skip over to Kaiba. I'm just trying to figure out where I need to go, man. You can't walk too close to him either. Okay. Why would they put you right in the middle, お忙しいところ誠にありがとうございます。こちらにお名前をカズマ。名前を書くのか。カズマ。これでいいのか。はい、ありがとうございます。すいませんが、どちらの組の方でしょうか。風間組だ。風間組？俺も風間組なんだが、お前の顔は知らねえな。お前、怪しいぞ。That's crazy.You trying to pull a fast one on me? They send you all the way back to do it all over again, so that'd be the funny part. I kind of want to see what happens up for Kazuma Kiryu. 本日はお忙しいとこ。こちらにお名前をご記入ください。名前を書くのか。これでいいのか。はい、ありがとう。すいませんが、どちらの組の方でしょうか。昔堂島組にいた。そうなんですか。堂島の親父も10年前に桐生っていう男に殺されちまいましたからね。で、今度は世良会長も死んでしまうなんて。私は誰かが裏で糸引いてるんじゃないかって思ってるんですけどね。間もなく告別式が始まるので会場内でお待ちください。
This phone is amazing, man. It just is.葬儀のバイトでここにあれがないと裏口に入る。確か外の。おい。おい。Boy, like crazy. I just can't believe I'm actually doing all this again, though. Receptionist area. Gotta show some support. Yeah, it'd be like that for sure. Oh. I think I found the guy's band or whatever. It is his band. I'm just making sure I'm saying the right thing. それ私がなくした紋章見つけてくれたんですね。ありがとうございます。No way. I think he just gives it to you because he doesn't get in. Appreciate it.Of course I can add right. Yeah, it'd be like that. しかしマネージャー、紋章は探し出した。そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの紋章は大事だと言っただろう、君。しかも似たようなミスを。Give you that look like time to play and listen to LJ for good, he says. I don't think it has like crimes to that. But let me give you that real quick. I'm surprised this man just got that though. Like, my boy late on that one. こんな仕事こっちからやめてやりますよ。おい。The way that man here, you just be looking is crazy. Let's see where the dude is. Bro, he was somewhere around here. さっき紋章を探してくれた人ですね。ありがとうございました。The Dragon Slayer, imagine.上司と揉めていたようだが見てたんですか。実は紋章をなくしたことがバレちゃいまして、減給とか処分されそうだったんでこっちからやめちゃいました。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。せっかく探してもらった紋章ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。じゃあ私はこれで帰ります。Throw it in the trash can.Now we gotta find the trash. Okay. Disgusting. Now that's nasty.
You gotta talk to this dude already. Talk to him too. We might have to just go in and just see. Cause ain't no way I'm about to be checking every trash can. We ain't gotta talk to him no more. I'm just trying to see, is there even a trash can over there? Is. I'm glad it's near the top, of course. That man just threw it away though. He said, I don't even want it no more. It's so tragic, man. A fat Yakuza. Oi. That's crazy. Oi. Wait, okay, so I still can't walk past. Okay. Let me talk to the other dude again. Alright, second floor. I can just walk past him. What? I can't walk past you either, man. What in the world? Where do you want me to go then? Wait. Talk to him real quick. Oi. He's waiting for me on the second floor, but they're not letting me pass. Yo, so wait, where do we go? Man, I am so confused. We know it's not that one. We know we can't go past here. Oi. All right, hold up. Let's walk out and back in or something. I'm confused. I'm like extremely confused. Wait a second. Man, what is my objective, man? What am I doing? What exactly am I doing? Got the morning badge to do what? Like, wasn't that supposed to let me in? Oh, I see. You walk this way, I believe. No? Oh, 葬儀関係者が? You do. They did say something about entering in the bag. What I meant look like Shimano.
Bald head. ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の5代目、近江連合の本部長、寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。正面から堂々とはの、堂島の桐生。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。That man gave carry you the hands for a second. My boy really is rusty. This fight, oh my god, this man. See, I need more. Hold up, cause this man is knocking me out. Dang, that man still put my character to sleep. Oh my goodness. And he's a brute type too.But he switched. This man is capable of switching too. The problem is I don't have health things either. That's the problem.Man, can you hit him with the attack, bro? This is looking crazy. Alright, bro. We gotta go back to the other fighting style. This ain't cutting it. That man is still dropping my character, and I'm not trying to really use the heals like that, because I ain't got that. Oh my god! We hit each other. シンジ、え？近江連合のやつにだ。どうも錦が支持しているらしい。まさか。だって錦のおじきは。I know I'm about to fight Shimano later on too, so it's like, dang. お前は用心しろ。わかったな。はい。とにかく風間のおやさんのところへ。We gotta use one though.We had to. おやさんはこちらで。行きましょう。葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。何せ登場会の三代目が死んだんです。後目が誰になるのか、殺したのは誰か、どいつもこいつも腹の探り合いですよ。それに、ウェポンショット。Oh, say no more.Useful against bullets.
Beating them with an umbrella is crazy. That's that. This is that stuff that Majima uses. Oh, now we good though. Like, now we got the health stuff that we needed. So now we can fight freely with no worries. そういえば最近は葬式あげるのも一苦労だって上の人間が愚痴ってました。兄貴が勤めに行ってる10年間で法律が厳しくなったんですよ。おかげで仇との付き合いも難しくなって、今時組葬なんてどこの葬儀屋もビビって受けたがりません。ああ、そんなご時世でこれだけでかい葬式あげられるってのはまだまだ登場界の力が衰えてないって証拠ですけどね。兄貴、到着しました。おやさんはこちらです。それにしても浮かせでした。まさか錦のおじきが兄貴が。 And I'm still talking? この部屋でしばらくお待ちください。今風間のおやさんを呼んできます。That's crazy about running to him here. $2,000.